もういいかな、これでね。いや、顔映れよ。マックです。めっちゃ来た。これ、翔ちゃんです。サムライマック。ありがとう。これで来てまして。うん。てか、でもこんな食べれないかも。嘘つけ嘘じゃねえ。食べれないよ。食べれないよ。あの翔ちゃんがよ。あの翔ちゃんが食べれないわけね。ああ。何、うん、あの、紙ストロー苦手なんだよね。あ、じゃあ普通のあのストロー使えばいいじゃん。でも、あの、鉄ストローも得意な方ではない。もう、はあ、もうプラスチックを噛み噛みして飲みたいんだよ。はあ。まあでもいいや。もう今紙ストローよ、大体。ね。翔ちゃん、すごい量だね。うん。いただきまーす。はーい、いただきまーす。さあ。うん、まっ。朝起きてすぐマックってやばくない？うん。でも俺、だからもう頼みたくなかったのよ。あーもううるさい。なんかさ、好きなやつがなかったの、売り切れてたの。で、それでさ、じゃないね。じゃあそれでやめよう。なんか別に頼む必要もないし、つって。でもさ、無理無理でもさ、頼む。もう、あーもうって感じ。なんでって思って。じゃあ食うなよ。え、頼んだんだからそりゃ食うだろうかよ。わかんわ。うるせえ、ほんとにお前。俺もちょっと嫌いになる。何を？あんた。ちょっと待って。何？俺もってどういうこと？誰が俺のこと嫌いなのよ。そもそも。え？違うよ。俺に対して、俺に対して嫌いになった。ああ、俺がね。で、うんうんうん、別にあんたのこと嫌いな人は知らん。ほら、美味しいじゃん。え、何？美味しいに決まってんじゃん。だからいっぱいあんだよ、マック。美味しいに決まってんじゃん。だからこんなに展開してんだよ。頼んでよかった。うん。ちょ、俺もラーメンちょっともらいたいの。あ、どうぞ、うん。なんか昨日、お風呂入ってないからさ。うん。髪の毛がもうペンダリしてる、うん。ちゃんと喋ってくれないかな。聞こえないのよ。あんたの声って。違うよ。なんか、声を張ってさ、喋るとさ、うん、あ、出ました。カメラが回り始めた途端、張り切るやつとか言うからさ、もう嫌だなと思って。だからって、むにょむにょ喋られたら、成り立たないんですよ。字幕入れてる字幕。うん、めんどくさい。そうやって喋られてる、そういうテレビあります？そにゃ、なに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 なっていう。そういう時ほら、だいたいテレビとかだとさ、星とか丸とかさ、ああいうので何喋ってるかわかりませんみたいな。あれやんよっていう。うん、やんない。やんないよ。入れないからね。今のやつだって絶対入れないから。うん。うん。おいしい。おいしいね。うん。あれ入れないの？ああ。いただきます。はい、これ、ふにゃふにゃ派、ふにゃふにゃ派なんだ。ふにゃふにゃ派。俺もうなんだったら、もうこのまま食いたい。もうせんべいとか大好きだからさ。ああ。やっぱ柔らかい。やっぱ柔らかいところと硬いところがちょうどいい感じであるのがいいな。うんうん、イエイビッグマック。やっぱビッグマックなんだよな。うん。美味しいな。うん。うん。うん、お腹鳴ってんじゃん。違うよ。喉を鳴らしたのよ、今は。なられる好きでなってんじゃないのそんな怒る。そんな怒る。みんなから言われてんのよ、最近。なんか。翔ちゃん、反抗期ですね。もう違うのよ。反抗期じゃないよ。もともとこうなのよ。もう29だよ。反抗期もなんもねえよ。うん。てか、違うよ。あのさ、言うけどさ、うん、俺いつもこんな飛ばしてないからね。別に他の友達とか普通の仕事の人とか会うとするときは普通よ、うん、いつもこんなやつなわけないじゃん。そんなやつやあんたは。え、そんなことね。家だからいいのよ。そうな、うんうん、わかるわかるわかる。素が出せるみたいなことでしょ。テーブルマナーとかもそうよ。うんうんうん、そこに行けばそこのやり方に従わなきゃいけないけど、家だったらもう別に寝ながら食おうが何やろうが別に。そうね。
マナーもその家のあれがマナーなんだからいいのよ。俺らがそれがマナーって思ってたらそれがいいんだよ。家だったらね。うん。わかるわ。昔、ん？うん。昔本当に寝ながら食ってたよね、翔ちゃん。よく食えるねっていうような体勢でね、食ってたよ。うん、幸せなのよ、それが。お外ではしっかりすればいいのよ。うん、家でなんて別に。わかる。そうね。そう。いいの、いいの、いいの。だからもう何やってもいい。じゃなきゃ大変。うん、生きていけない、そんな。すごい。食べ方が難しい、これ。中身がすげえ出てくる。ごめんなさい。吸えないんですけど。なんで？氷じゃん？氷が詰まってるの。うんうん。カーテン閉めればよかったね。見られてる？今のお母さん多分絶対こっち見てて。え、でも！うん。いいんだけどね。もう見てくれ。いいじゃん、公開収録みたいな、ラジオの。うん、ちょっと羨ましい。ラジオ。ラジオね。うん。かといって何喋れるわけでもないけど。うん。いや、前一回だけさ、あ、言った。出たことあるじゃん。出たことあったね。めっちゃ楽しかったよね。楽しかった。うん。なんか好きな曲流してた。うんうん。また出たいな。出よう。うん。呼んでください。なんかさ、地元とかでさ、ラジオとか やれたらもう、ちょっとステータスじゃない？ローカルタレントってちょっとしたステータスよね。まあそうね。熊本の星になってるなんか。ああ、熊本。誰いる？熊本、誰いる？多分いると思う。昔で言ったらさ、うん、バッテン荒川とか。ああ、わからん。もうちょっとお亡くなりになった人なんだけど、すっごい面白い。バッテンってそのバッテンじゃなくて、方言のバッテンのが、ああ、そういうことか。めっちゃ面白い。なんかもう男の人なんだけど、うんうん、おばあちゃんの格好して。いいね。うん。他にもな、いると思う。キャラバル自動車学校っていう自動車学校があるんだけど。やめる？テラバル。ん？テラバル。テラ？テラ、うん、そう。お寺のテラに、バル。春は何だっけ？あ、春？テラ春？テラバル。ああ、そっか、そうか。春って書いてバルって読むこともあるよね。何？でも、あ、じゃあ、ハラ。テラ。ああ、バラ。ああ、はいはい。で、テラバル自動車学校で。バル、そうだ。その CM とかは大体その熊本のローカルタレントの人たちが CM に出てた。うんうん。懐かしいわ。いいね。いいな。ローカルタレント。だって翔ちゃんの好きなさ、姉さん、モーニング娘。の姉さんとか、そうそうそう。中澤姉さんも今や、福岡の星。福岡のローカルタレントね、わかんないけどさ、こっちからは。らしいね。ね、うんうん、不思議。まあちょっとインスタとかではちょっと話したんですけども、マイナビウェディング のスペシャルサポーターになりまして、でもなんかあんまりさ変なこと言えないけどさ、うん、スペシャルサポーターって何なんだろうね。いやでもいろいろしたよ、いろいろしたじゃん。そうね、いろいろしたしこれからもするんだけど、うん、でもなんかさ、なんか例えばさ、うん、なんかタレントでさ、なんか、なんとかのスペシャル、まあなんか、まあシルク・ド・ソレイユのスペシャルサポーターとか、ハリー・ポッターのスペシャルサポーターとかいろいろいてさ、うんうん、え、なんか宣伝したみたいな人いるよね。あ、確かに。うん。え、なんかしてましたそれみたいな。でも多分知らないところでやってんのよ。やってんのか。うん。あー、ほっかほっか。だから、まあ俺らもね、うん。ちょっと知らないとこでやってると思う。あんま触れないで。あんま触れないで。うん。自分から言い出したのよね。うん。自分でも何やったか分かんないもん。やったじゃん。あんま言わないで。触れないで、ほんとに。ね、やってるから多分。やってんのよ、きっと。めちゃめちゃ真面目なこともさ、うん、YouTube とかでやってない中でさ。うん。でも、ウェディングだけなぜかさ。あ、そうね。なんか、ありがたいこと多かったで、うん。呼んでいただけてるよね。もうズブズブよね。ウェディング関係とね。そんなことねえじゃん。もう、ズブズブです。ウェディング関係と、ちょっと、うちらは。ズブよ、もう。何の自信よ、それ。もう、頑張っていきましょう。どう、侍マップは。いや、美味しい。うん、食べない？今日一口。うん。いや、うまいよ。食べたことない、俺、侍マップ。あ、俺もないかも。あ、うまっ。え、吸えないんです。なんで？小指が詰まってんじゃん。
え、だね、向きによって違うのね。うん。おいしい。美味しい。ビッグマックいる？え、いい、いい。だってわかるもん。あ、まあそうなんです。うん。全然、うますぎる。うん。じゃあ、この間、うん。記念日してきたじゃん。うん。5周年の。うん。よかったね。やっぱ年一、ああいうのしたいの。うんうんうん。おしゃれな場所でさ、ちょっとだけ見え張ってさ、うん、綺麗な格好してさ、よかったわ。なんかテーブルにキャンドルが置いてあったりとかしてさ、うん、なんかいいよね。いいよね。うん。家でもする？しない。あの、無香料とかだったらいいけど、この子があんま匂いが良くないし。そうね。毎日俺の講習で鍛えてるんだけど。面白い。すんごい顔するよね。うん。っていう顔。いや、もう、あんたも大概臭いよ、ムチ丸。そうよ。お互い様ってことで。いい匂いだけどね。うん。めっちゃ怒るよね。何が？俺が冗談でさ、ムチ丸に、ふーとかする。ああ、もう超やだ。マジギレすんじゃん。だって臭いのやめて、それは。だって何百倍の嗅覚の子なんだからさ。うん。だって可愛いんだもん、だって。びっくりした顔するの。でもやめて。すぐ怒る。うん。なんかさ、この時期とかになるとさ、メガネ似合う人2013とかさ。ああ、ベスト。ベストジーニスト賞とかさ、ジーンズのね。なんかそういうのあるよね。うん。うん、なんかそういうのもさ、うん。え本当に、え、メガネかけてましたみたいな人を選ばれない。わかる。似合う人が選ばれるってこと？どうじゃない？似合う、だからに、かけてない人が、ってこと？かけてない人も選ばれるんじゃない？だって大体かけてないでしょ。大体かけてないよ。何の基準ですかみたいな。なんかちょっと、ね。ね。だってベストジーニストショーもさ、うん、まあ普段は履いてるのかもしれないけどさ、テレビでさ、ジーンズ履いてる全然見ないような人が選べる。そうそうそう。あ、そうなのみたいな。なんかメガネのあれとかもさ、うん、なんか家にもう500種類ぐらいメガネ持ってますとかさ、うんうんうん、そういう人だったら、あ、もう何も言わないよ。もうそりゃそうでしょ、みたいな感じじゃん。うんうん、え、待って、かけたことありますみたいなさ。うん。あるよね。あるある。普段からさ、メガネキャラでやってる俳優さんたちもいるじゃん。はいはい、はい、はい。そうね。うん。ヤシマさんとかね。ヤシマさんとかもそうだし、うん、あの、この間テレビに出てた俳優さんの名前なの。あー、あと、野間口さん。あ、そう。はいはいはい。野間口さんね。とかがさ、選ばれるんだったら、あー、そうね。そうよね、みたいな。うん、メガネかけてもなんでもいいんだよ。何賞もらいたい？もらえるなら。やっぱさ、うちらの動画とかだったらもう、絶対金麦、めちゃくちゃ宣伝してんじゃん。ああ。宣伝っていうかまだ先飲んでんだけどさ。なんかさ、金麦とかもさ、ちょっとキャンペーンの時とかあるじゃん。あるある。ああいう時にさ、俺ら絶対呼ばれないじゃん。呼ばれねえよ。え、違う。え、動画で金麦飲んでましたみたいな人が選ばれるじゃん。まあ。ちょっと悔しいよ、本当に。まあ。それはもうあれじゃん、フォロワー数とか。まあ、そうなんだけどさ。有名。だって、確実に好きじゃん。ずっと飲んできたじゃん、僕ら。まあ。わからない人がさ、うん、いきなり動画で金麦出して、うん。アンバサダーしたいよね。うん、ちょっとね。いや、こんなに飲んでんのに、みたいなさ。ちゃんとしっかり動画で毎回出すよね、選ばれたらね。うん、出しますし、てか、もはや、別に、あの、そういうのじゃなくていいから、うん。1ヶ月分とか欲しい。別に、あの、そういう仕事とかどうじゃなくて。でもあれよ、1年分とかあるじゃん。はい。あの、よく何々1年分とか。うん、あるある。1日1本とかの計算で365本とかくれるだけよ。それは足りない。だから1ヶ月分だったら、1ケースくらいしかくれない。1日1本で。いや、なわけないだろう。24本だから、1ケース半くらいしかくれない。そんな人。そう、せちがらいよ、そんな。そう、確かにな。1年分、そうね、よく、なんとか1年分とか言うけど。要はあるじゃん、景品とかさ、商品とかでさ。1日1つ食べるでしょ、くらいのあれ。365個とか。ああ、足りないな、それは。うん。うん。